の上にある教会、よく通ったゲームセンター、壁の落書きには甘く苦い思い出、よく喧嘩をしてた頃も下手な文字が今も残る。いつの何かを求めながら、いつも背伸びをしていた僕たち、振り返れば手取り合った友達がいた。いつだって飾らないで喋り合った、あの時代が懐かしくて、視線の位置を上げ、人と比較するうちぶつかり合う強さなくし、孤独だけに沈み込んだ。きっと知識を求め、心のゆとりを忘れた。振り返れば素敵な顔とめくり会えるさ。誰だって一人じゃない。いいねにコメントお願いします。